カセットビジョンに始まり、ファミコン一強時代、そしてプレステが覇権を握った20世紀の家庭用ゲーム機戦国時代、当時はセガや NEC といった有力ハードも存在し、互いにしのぎを削る戦いが繰り広げられていました。そこで今回の動画では、そんな家庭用ゲーム機戦国時代を振り返ってみましょう。懐かしい、20世紀の家庭用ゲーム機戦国時代を振り返ってみよう。黎明期、初期の日本の家庭用ゲーム機市場では、日本国内外のおもちゃメーカーなどが各社各用のゲームマシンを発売していました。日本の家庭用テレビゲーム機というカテゴリーにおいては、1975年にエポック社から発売されたテレビテニスという、二人プレイのピンポンテニスゲームが日本初となります。後に覇権を握ることとなる任天堂は、1977年発売のカラーテレビゲーム15で市場に参入しています。しかし、当時販売されていたこれらの家庭用ゲーム機はソフトを交換できない機種であり、この後主流となっていくハードウェアとソフトウェア分離の販売競争とは異質のものでした。1980年前後、輸入機、Atari VCS、初期のソフト交換式の家庭用テレビゲームにおいて、当初は日本国外のメーカーが幅を利かせていました。1977年にアメリカで登場したAtari VCS をエポック社が輸入販売していた。カセットテレビゲームは、販売価格が5万円を超えるという非常に高価な商品でした。1977年に日本国内メーカーがハードウェアを初めて生産したビデオカセッティロック、高徳や、1978年のアドオン5000、バンダイが2万円を切る価格で登場してはいるものの、肝心のゲームソフトはまだ輸入 LSI という状態でした。エポック社のカセットビジョン、日本独自のハードとソフトで商品展開された例としては、1981年発売のエポック社のカセットビジョンが初とされています。当時のカセットビジョンは12000円、AC アダプタ別売、という低価格を実現しつつ、既存の人気ゲームを積極的に移植するなどで、当時のゲームハードとしては群を抜く普及を見せました。また、当時の日本のゲーム機市場は電子ゲームの全盛期、まだ家庭用テレビゲームがコンシューマーゲームの主役と言える状況ではありませんでしたが、カセットビジョンの成功は日本において、ソフト交換式の家庭用テレビゲームという文化の開拓につながったことは間違いありません。1983年にはカセットビジョンと同等の低価格帯の家庭用ゲーム機が各社から出揃うようになりましたが、まだその頃まではカセットビジョンが日本で一番の売れ行きを誇っていました。1983年、ファミリーコンピュータの登場。1983年、日本においては家庭用ゲームハードの新機種ラッシュの年となり、当時、雑誌ではちょっとしたゲーム機競争の様相を見せていました。人気雑誌月刊コロコロコミックでは、同年の9月から12月号に4号連続でゲーム機の特集記事が組まれ、3月から7月までの4ヶ月間に相次いで発売されたファミリーコンピュータ、Atari 2800、SG1000、アルカディア、ピュータジュニア、カセットビジョンジュニアの6機種ものゲーム機が紹介されています。また秋以降にも PV1000、テレビボーイ、オセロマルチビジョンなどの登場が相次ぎました。それぞれどのハードもそれなりの競争力は備えていましたが、当時その中でもハードウェア性能が突出しており、ソフトが粒揃いであった任天堂のファミリーコンピュータが群を抜く高評価を受けていました。後の三大ハードメーカーに数えられたセガも、この時 SG1000 でコンシューマ市場に参入しており、アーケードでは当時すでに長年の実績を持ち、その卓越したゲーム作りのセンスは評価されていました。一方、エポック社は当時、カセットビジョンで一定の市場を獲得していたものの、性能的にはすでに1970年代の時代遅れのものとなっていたため、ファミコンとの真っ向からの競合は避け、機能を削減した廉価機カセットビジョンジュニア、を5000円という破格の低価格で発売しました。破格の値段でテレビゲームが買えたことから家庭用テレビゲームの入門機として注目され、
一時はファミコンと共に2大テレビゲーム機と称されることもありました。MSX の登場。ゲーム機というよりはパソコンのカテゴリに当てはまる MSX が登場。関連機種として、この年には SG1000 の上位機でキーボード搭載の SC3000 も発売されています。ゲームとプログラミングが楽しめるという統一規格パソコンとして売り出された MSX は、一定の市場を築くことには成功しましたが、ファミコンの独占状態を崩すまでには至りませんでした。1980年代中期、1984年になるとファミコンにはサードパーティーの積極的な参入が始まり、多数の良質ソフトが続々と登場、ファミコンブームが巻き起こりました。ファミコンは電子ゲームに代わってコンシューマーゲームの完全な主役となり、前年までに登場した他社のテレビゲーム機のほとんどを駆逐していくこととなりました。しかし一方で、人気が出すぎたファミコンの品薄状態も手伝って、売り上げを伸ばしたメーカーもありました。同年、セガは SG1000 のマイナーチェンジモデル SG1002 を発売。エポック社も同時期にファミコンをしのぐ性能を謳った、スーパーカセットビジョンを発売。そしてセガは、1985年にも画面表示機能を大幅に向上させたセガマーク3を発売しています。スーパーマリオ、ディスクシステムの登場。1985年、ファミコンはこの年に登場したスーパーマリオブラザーズが特大キラータイトルとなり、急激にシェアを拡大。年末商戦期には品切れとなる爆発的な売れ行きを見せ、普及台数は600万台を突破。この結果他の競合機を大きく突き放したのでした。翌1986年、勢いの止まらない任天堂は、低コストでソフトを供給可能な周辺機器、ディスクシステムを発売。しかしロムカートリッジの大容量化とセーブ機能の搭載、単価の安さで販売店に嫌われたことなど、その他もろもろの原因も相まって失敗に終わりました。その陰で、スーパーカセットビジョン用ソフトの新作は1987年で終了。エポック社は事実上撤退しています。NEC の参入、任天堂が天下を取り、セガがかろうじて一定のシェアを確保しているさなか、撤退したエポック社に代わって参入したのが NEC の PC エンジン。発売当初からナムコ等の有力なサードパーティーを携え、開発元のハドソンの R タイプをキラータイトルとして用意して登場しました。また、この年にセガはマーク3に FM 音源ユニットと連射装置を搭載させ、マイナーチェンジモデルであるセガマスターシステムを発売しています。1990年前後、1988年、セガはアーケードゲームの主流の16ビット CPU だった MC68000 搭載のメガドライブを発売。同年12月、NEC は世界初の CD-ROM 周辺機器、CD-ROM-ROM を発売。1989年には AV 出力を備えたモデル、PC エンジンコアグラフィックス、上位機器、PC エンジンスーパーグラフィックスを発売しています。遅れてきたスーパーファミコンの登場、任天堂はスーパーファミコンの開発を発表するも延期を重ねており、実際の発売は1990年と最後初となりました。1991年、NEC は廉価版のコアグラフィックス2や、CD-ROM-ROM をさらに強化した周辺機器、スーパー CD-ROM-ROM と一体型ゲーム機、PC エンジンデュオを発売。これによって旧 CD-ROM-ROM での欠点だった読み込み速度をある程度解消させました。これに対抗してセガは、これらの性能を上回る CD-ROM 周辺機器、メガ CD と一体型ゲーム機ワンダーメガを発売。また、1991年には家庭用ゲーム機としては異質であったネオジオが SNK から発売されました。この時期のトップシェア争いは、NEC ホームエレクトロニクスは一定のシェアを保ち、日本国内ではファミコンのブランドを生かした任天堂が他を大きく引き離し、2位が NEC ホームエレクトロニクス、3位セガという結果に終わります。1990年代中期、プレイステーションの登場。
1991年、任天堂はソニーと共同でスーパーファミコン用の CD-ROM の開発を開始。それと同時にソニーも CD-ROM 一体型スーパーファミコン互換機の発売を発表しています。その互換機の名称は、プレイステーション。しかし、次第に両者の意見には相違が生まれ、任天堂のフィリップスとの突然の提携発表という一方的な破棄によって、共同開発は中止されました。しかしソニーはこのままゲーム機開発から引き上げることはせず、ソニーの関連会社として SCE を発足。そして1994年には、32ビット機であるプレイステーションを発売するに至りました。前述の任天堂との共同開発版と名称が同じですが、ここでの関連性はないとされています。そしてほぼ同時期にセガも32ビット機であるセガサターンと、16ビットゲーム機であったメガドライブを次世代機と同じ32ビット機にパワーアップさせる周辺機器、スーパー 32X を発売。このプレイステーションとセガサターンの対決は、メディアなどでは次世代ゲーム機戦争と騒がれました。ちなみに 32X は次世代機が好調だったため、短期間で生産中止しています。その頃、スーパーファミコンで圧倒的なシェアを持っていた任天堂は、プレイステーションとセガサターンが登場した頃にはまだ後継機を出さず、1995年に据え置き仕様のゲーム機、バーチャルボーイを発売するにとどまっています。そして遅れること約2年、1996年に64ビット機である任天堂64を発売しました。任天堂64はスーパーファミコン同様に単価が高く、容量の少ないロムカートリッジを採用。そして少数精鋭主義のセカンドパーティー構想を標榜していたものの、このことはコンビニ流通を可能とする CD-ROM の採用を強く望むスクウェアの離反を招く結果となり、ファミコンやスーパーファミコンでキラーソフトであったドラゴンクエストシリーズと、ファイナルファンタジーシリーズがプレイステーションへ流出することの運びとなってしまいました。任天堂64は日本国内では伸び悩んだものの、欧米では好調に売り上げを伸ばしました。1999年には、ようやく任天堂64用の周辺機器、64DD を発売させましたが時すでに遅し、人気シリーズを獲得し、売り上げを伸ばしたプレイステーションがトップシェアとなり、任天堂の天下を奪ったのです。時期が前後しますがこれらに先行して、パナソニック、三洋電機などからは 3DO、SNK からネオジオ CD も発売されましたがいずれもシェアは伸ばせず、PC エンジンの流れを組んだ PCFX は動画再生に特化した性能のため、当時のゲーム業界の流れだった 3D 化の流れから外れてしまい、3DO に次いで短命に終わっています。そして1998年、NEC グループは家庭用ゲーム機業界から撤退することになったのでした。いかがでしたでしょうか。皆さんもご存知の通り、その後も家庭用ゲーム機戦争は続いており、今もなお熾烈なる戦いは続いています。しかしこのようなレベルの高い戦いがあるからこそ、私たちは面白いゲームを楽しめるに違いありません。開発者の方々には敬意を表します。少しでもお楽しみいただけたら幸いです。最後までご視聴、ありがとうございました。